体積学とは、地球科学のうち、堆積物の形成過程やその性質について、研究する分野のことである。堆積物に対する負荷作用、運搬作用、沈積作用、属性作用などをもとに、地球環境の考察を行ってゆく。結果は、石油、天然ガス、石炭などのエネルギー資源の探査、開発などに伴う、自然環境の変化。 自然災害の予測と軽減などに関係する学問体系の基礎など多方面に活用され、地質学の中でも基礎的な領域に位置している。近年は体積地質学と呼ばれることも多い。1970年代から1980年代でのシーケンス創除学の発展に伴い、体積学と創除学との距離が縮まっている。 体積学の用語提唱は1929年、ヤギジナによるもので、1932年の英語のセットメントラジーの提唱よりも早かった。近代地質学の中では、創除学の一部であり、独立した分野として確立したのは1960年頃である。研究者の岡田博雄は、以下のように、日本における体積学の歴史を分けている。 例えば年代特定を行う際は堆積物中から分析目的に合致した元素を取り出し、元素やイオンの含有比率や同位体比率を分析する。また、化石化した以外を取り出し、古環境の推定に用いる。ありがとうございます。